やっぱ勝負ってタイミングなので、はい、本当にタイミング1個狂っちゃえば入っちゃえばもう終わりの世界なので、リングの上ゴングが鳴る前より試合の途中で時々感じるのですが、にやりとされる時がありますよね。命がけの試合中にあのにやり、あれは強い相手に出会えた嬉しさなのか、相手に思い切り自分をぶつけることができる嬉しさなのか、それとも聞いてないよという表現なのかという、質問なんですけども、そのにやりっていうのはご自身は自覚あるわけですか？そうですね。まあ自分が笑うときは、その、なんだろう、駆け引きをして、面白いときですね。すごい、なんだ、行くぞ、行かないぞとか、そういう駆け引きをしてるときに、ああ、ちょっと面白いな。面白いなと感じるところがあるんだ。はい。相手の出方で。そうですね。あとはその技をこう、誘ってカウンターを打ったりとか。なるほど。はいはい。そういう駆け引きがあるわけだ。ね、はい。あれだけトレーニングしてても、めちゃくちゃ疲れます、試合って。いや、試合はそんな疲れないです。試合疲れないんだ。試合は全然疲れないです。その分はトレーニングやってるんで。そうなんだ。はい、だからそのトレーニングしてる方が辛いですね。めちゃめちゃ。デメトリアス・ジョンソン、はい、っていうのはもう世界最強と言われてる。そうですね、軽量級では。そうですね。やっぱり強い、強かったですね。強いですね。強いっていうか、うまいですね。うまいのか。その、はい、やっぱ今、の、うん、総合格闘技だと、打撃は打撃、寝技は寝技って結構こう分かれてるんですけど、そうじゃなくて、それを全部ミックスして、そのつなげがうまいんですよ。打撃してすぐタックル組んで、寝技持ってったりとか。なるほどね。